温室効果、温室効果、A、グリーンハウスエフェクトとは、大気圏を有する惑星の表面から発せられる、放射、電磁波により伝達される、エネルギーが、大気圏外に届く前に、その一部が、大気中の物質に吸収されることで、そのエネルギーが大気圏より内側に滞留し、結果として、大気圏内部の気温が上昇する現象。気温が、 ビニールハウス、温室の内部のように上昇するため、この名がある。ただし、ビニールハウスでは、地表面が太陽放射を吸収して温度が上昇し、そこからの熱伝導により温められた空気の対流、拡散がビニールの多いにより妨げられ気温が上昇するため、大気圏による温室効果とは原理が異なる。温室効果とは、温室同様に熱エネルギーが 外部に拡散しづらく、内部に蓄積されやすくなることにより、原理は異なるものの結果として温室に似た効果を及ぼすことから付けられた名である。温室効果ガスである二酸化炭素やメタンなどが増加していることが、現在の地球温暖化の主な原因とされている。また、金星の地表温度が摂四百七十度に達しているのも、九十気圧とも言われる金星大気のそのほとんどが、 温室効果ガスの二酸化炭素なので、その分、光学的厚さが大きいためとされている。しかし、依然として、金星大気の地表温度には、謎が残っており、他にも少量の水蒸気や、硫黄酸化物による、光学的厚さの寄与や、硫酸の雲の効果が影響しているのではとの説もある。一般に、金星の初期形成過程において、大量の水蒸気が、大気中に存在し、 いわゆる暴走温室効果が発生したのではないかとの説もあるが、異論も存在する。地球の表面温度は、大気が存在しない場合、太陽から受ける光エネルギー、太陽放射と等しい国体放射温度となると考えられている。太陽放射から計算される地球の国体放射温度は約摂氏20度であり、現在の地球の平均気温の約摂氏15度より、 かなり低い温度である。この差は大気の保温効果によって熱が大気中に止まることにより生じると考えられている。この大気の保温効果の一翼を担っているのが温室効果である。太陽放射と地球放射はほぼバランスしている地球のエネルギー収支参照。しかし温室効果ガスが増えることにより地表面からの放射温室効果ガスが吸収してしまい、 地球から宇宙空間に出ていく放射、地球放射が減少してしまい、放射がバランスしなくなる。しかし、吸収によって温まった温室効果ガスからの放射が増えるため、宇宙空間に出ていく放射も増え、放射はバランスしようとする。この過程を経て、結果的に太陽放射と地球放射は元に戻るが、大気の温度は上昇することになる。これが地球温暖化の原理である。 つまり、理論的には、気温が安定しているときは、エネルギーの収支は0で安定し、気温が変化しているときは、エネルギーの収支バランスが崩れていると考えられる。物体はそれぞれ熱を持っており、その温度に応じた、電磁波を放射している、熱放射という、物体の温度が高ければ高いほど、放射される、電磁波の量が増すとともに、 最も強い放射となる波長が短くなる、ウィーンの変異速。また、物質にはそれぞれ吸収しやすい電磁波の波長、吸収特性があり、放射された電磁波は、吸収特性を持つ物質に吸収され、その物質の熱振動へと変わり、その物質を温めることになる。温室効果に関連する放射は、電磁波のうち、光として認識される領域の付近である。 光はその波長によって、紫外域、可視域、赤外域に分類され、それぞれ紫外線、可視光線、赤外線に対応する。太陽からの放射、太陽光は、波長0.5マイクロメートル付近、可視光線で最も強く、これより波長が長く短くなるほど、弱くなる。一方、地球や大気からの放射は、波長8から12マイクロメートル付近、 赤外線で最も強く、これより波長が長く短くなるほど弱くなる。大気を構成する物質のうち、オゾンは、近紫外線、窒素や酸素は、塩紫外線、真空紫外線を吸収するため、これらは、太陽から地表へ届く前に吸収されて死ぬ。また、水蒸気や二酸化炭素などは、赤外線を吸収する。一方、可視光線を吸収する機体は少ないため、 可視光線のほとんどが大気を透過して地表に届き、地表を温める。太陽放射は一度放射された後、紫外線はオゾン、窒素、酸素に吸収され、可視光線は地表に吸収される。吸収された電磁波は熱となり、熱はやがて電磁波として再び放射されるが、大気も地表も太陽に比べれば温度が低いため、その放射は 赤外線付近の波長が最も強い放射となる。放射された赤外線は吸収特性を持つ水蒸気や二酸化炭素などに吸収され、再び赤外線として放射される。大気と宇宙の間では、熱は熱放射のみでしか伝わらない一方、大気と地表の間では、熱には熱放射、熱伝導、熱伝達という三つの運搬パターンがある。そのため、 地表から大気への熱伝導、熱伝達によって、地表と大気の温度差が小さくなるおかげで大気から地表への放射も増し、増した放射で温まった地表はさらに大気へ熱を送るという繰り返しを受ける。しかし、繰り返しが続く中で、地表や大気が温まるのに比例して、宇宙へ向けて放射されている一部の電磁波の量も増えて、くる。この宇宙へ向けての放射。 外向き放射は地球には戻らないため、この量が増えれば増えるほど地球を冷やすこととなる。つまり、直接宇宙へ反射するものを除いた地球への太陽放射と外向き放射が完全に一致するようになるまで、地表、大気間の熱循環が増え続け、温室効果は強まり続ける。放射が一致した時に温室効果が安定し、初めて地球の気温が一定に保たれるのである。 惑星などの熱収支が釣り合う温度を有効温度と、い,い、太陽の高度、惑星のアルベド、太陽までの距離などにより計算でき、この計算により 255K、または低、摂氏18度の地球の有効温度が得られる。地球の実際の平均温度は 288K、または、摂氏15度である。二つの値の間の際である摂氏33度の差の大きな理由の一つは、 地球表面の平均温度を上昇させる水蒸気や二酸化炭素による温室効果に起因するものある。金星の有効温度は低摂氏46度である。太陽光の77%を反射するのが大きな理由である。実際の金星の温度は摂氏460度であり、95気圧の二酸化炭素が摂氏510度分の温室効果をもたらしている。 火星有効温度は低、摂氏56度であり、実際の温度の低、摂氏53度と、ほとんど変わらない。二酸化炭素が0.006気圧であり、温室効果が弱いからである。なお、水蒸気も強力な温室効果があるので、水蒸気の有無も、温室効果として考慮する必要がある。前日の通り、地球への太陽放射と外向き放射が完全に、 一致するようになるまで、温室効果は強まり続ける。そのため、仮に、温室効果が強まるような現象、気温の上昇、温室効果の増加が起これば、外向き放射の量が増える一方で、温室効果により遮られるため、外向き放射の放射のペースが遅くなり、地表の気温が上がることになる。逆に、温室効果が弱まるような現象が起これば、外向き放射の量が減る一方、 放射のペースが速くなるため、地表の気温が下がることになる。しかし、温室効果が強まっても弱まっても、放射の全体量は、不変となるような仕組みになっている。ただ、太陽放射が増えるなどした場合は、それに伴って、放射の全体量も増え、連動して、温室効果も強まり、地表の気温が上がる。また、逆に、太陽放射が減った場合は、放射の全体量も減り、 温室効果が弱まり、地表の気温が下がる。また、前述の直接宇宙へ反射するもの、つまり、地表や雲からの太陽放射の反射、アルベドが増えれば、地球の気候システム内への供給が減り、温室効果が弱まり、地表の気温が下がる。逆に反射が減れば、温室効果が強まり、地表の気温が上がる。また、気温の上昇が、 気圧の上昇を招き、熱伝導、熱伝達を促進し、温室効果を強める仕組みや、大気の対流活発化が、同様に、熱伝導、熱運搬を促進し、温室効果を強める仕組みなども考えられているが、詳しく分かっていない部分が多い。このように、温室効果の変化にはいくつもの要因が絡んでおり、どれも、気温の変化を招き得る要因であると言える。 いくつもの要因が絡むため、普段の地球の気候においては、それぞれが抑制し合っている。しかし、それぞれの要因が、相乗効果を引き起こすこともある、フィードバック気候。温室効果は、地球の気候において、重要な役割を果たしている。しかし、地球の気候を考える上では、温室効果だけを考えても、不十分であり、地球でのエネルギーの流れや、 物質循環の全体像をつかむ必ずがある。清掃圏では、温室効果が増す、温室効果ガスが増えると、気温が低下すると考えられている。温室効果ガスには吸収できない、赤外線、波長8マイクロメートルから13マイクロメートル付近、窓領域あるいは、大気の窓と呼ばれるがあるが、前日の通り、物体の温度が低いほど、熱放射の波長は長くなるので、 高度が高いほど気温が下がり、熱放射の波長も低くなる。そのため、高度が高いほど、その付近にある、温室効果ガスの放射吸収能力に占める、窓領域の赤外線の割合が増え、吸収できない赤外線が増える。さらに、温室効果ガスの濃度が高いほど、窓領域の赤外線の割合が増え、吸収できない赤外線が増える。吸収できない、 赤外線が増えるということは、宇宙への放射が増えるということであり、つまり、成層圏では、温室効果ガスによる、赤外線の吸収が少ない状態で、放射の収支が安定しているため気温が低く、温室効果ガスの増加によって気温が下がる。ただし、水蒸気は、窓領域に弱い吸収特性を持つが、成層圏での濃度が非常に低く、オゾンは、 窓領域に弱い吸収特性を持っている上、紫外線に対しては強い吸収特性があるため、オゾンの増加は清掃圏の気温を上昇させる。清掃圏の温度の垂直分布に関しては、オゾンの濃度や紫外線の強度の影響で、大流圏海面からそれより 20km 上空までは温度は一定、それより 15km 上空までは少しずつ気温が上昇。 それより上空では急激に気温が上昇するという構造になっている。つまり、オゾンの減少はオゾンの分布や紫外線の強度によるため、成層圏の気温は部分的に上昇、低下する複雑な変化となるのではないかと考えられている。温室効果ガスの増加量に対する温室効果の増強の度合い、イコール気温の上昇度は、 元々の温室効果ガスの量によって異なる。例えば、元々二酸化炭素がない大気であれば、二酸化炭素が吸収特性を持つ波長の電磁波以降、赤外線とするは吸収されていないので、多くの赤外線が余っている。ここに二酸化炭素が入ってきたとき、大量に余っている赤外線が二酸化炭素に吸収されるようになり、 温室効果が生じて気温が上昇する。しかし、元々二酸化炭素が多い大気であれば、赤外線の多くは吸収されており、余っている赤外線は少ないので、ここで二酸化炭素が増えても、増えた二酸化炭素が吸収できる。赤外線は少ないため、元々二酸化炭素がない大気に二酸化炭素が入ってきた時に比べ、温室効果の増強が小さく、 気温の上昇も小さい。ただしこの場合、逆に二酸化炭素が余っている状態になり、吸収能力に余裕ができてしまう。そこで何らかの原因によって気温が上昇した場合は、気温上昇によって増えた赤外線を吸収し、温室効果を増強させてしまう。これらの現象は、二酸化炭素以外の温室効果ガスにおいても同様に起こる。現在問題となっている。 地球温暖化は二酸化炭素の増加により温室効果が強まっているために起こっている可能性が高いとされている図三症。しかし温暖化の原因としては太陽放射の変化や未知の気候因子に起因している可能性も否めないとされる。また二酸化炭素の増加による温暖化に対する根強い反発もある。温室効果ガスは 単体で増加するのみではなく、他の温室効果ガスの増減を誘発すると考えられている。例えば、温室効果ガスのどれかが増加して気温が上昇すれば、腐敗の促進や海水温上昇に伴うメタンハイドレート誘拐によってメタンが増加、蒸発促進によって水蒸気が増加、生物活動が活発化して呼吸により排出される二酸化炭素が増加するといった、 効果もたらす。しかし、この場合、同じ気温上昇に伴い、植物の活動が活発化することによって、メタンや二酸化炭素、炭素の固定が促進されたり、対流の活発化によって、水蒸気の働きで熱が千熱という形に保存するのが促進されるなど、増加を抑える現象も発生する。これらフィードバック機構がうまく働くことで、 地球は過度の温暖化や寒冷化から守られていると言える。しかし、フィードバック機構がいつどのようにどの程度働くかということは、詳しく分かっていない点が多い。一説には、地球の平均気温は1905年から2005年までの100年間に、約摂氏0.7度上昇したと言われている。気温の上昇が自然や社会に与える影響というものは多種多様で、 不明な点も多い。そのため、地球温暖化によるリスクの予測には議論の絶えないものも多い。しかし、わずかな上昇でも様々な気候の変化をもたらし、生態系や人類の生活に与える影響は、計り知れないものになるだろうと考えられており、人類共通の重要課題として取り組まれるべきものである。温室効果は、1824年に、 ジョゼフ・フーリエによって発見された。1890年に出版されたピッツバーグのアレゲニー天文台での赤外線観測におけるサミュエル・ラングレーとフランク・ワシントン・ベリーとの共同の論文をもとにスバンテ・アレニウスは1896年炭酸ガスと温室効果との関連性に初めて言及した。これらはすべてクリーンハウス、温室による保温のようなものだとされてお 放射の吸収によって起こるということが解明されるのは、さらに後のことであった。大気中に含まれる、温室効果を促す原因物質を温室効果、気体、温室効果ガスと呼ぶ。主として、水蒸気、ホが挙げられるが、他にも二酸化炭素、CO、六復火用、SF、大流圏オゾン、オゾン層破壊で知られるフロン類、CFCS。 それらの代わりとして一時期用いられた代替フロン類、一酸化二窒素、脳、メタン、CH、一酸化炭素、CO など、大気に微量に含まれ、分子の伸縮や折れ曲がりによって、非対称な電荷分布を取り得る分子にも、同様の効果をもたらす性質がある。これらの機体の中で、現在の気候を維持している、温室効果への寄与度が、最も大きいのは、水蒸気であり、また、 同体積あたりの温室効果に寄与する度合い、温室効果係数が二酸化炭素に比べ非常に大きいものも多い。牛のゲップに含まれるメタンの増加による温室効果が話題となったこともある。大気による放射の吸収効率は、紫外域、赤外域ではほぼ100%の効率で吸収され、下死域では0%、透明に近い。しかし、 地球放射が最大となる波長8から13マイクロメートルの付近に吸収効率が低い窓領域、大の窓がある。ここでは、オゾン、O の9.6マイクロメートルの吸収以外の効果は少ないため、この付近に吸収構造を持つ温室効果期待の増加は気温の上昇に大きく寄与する。逆に、2.8マイクロメートル、4.3マイクロメートル、 15マイクロメートル付近の二酸化炭素、6マイクロメートル付近及び18マイクロメートルもっちょーの水蒸気などは多くが吸収されており、二酸化炭素や水蒸気が増加したとしてもこれ以上、吸収されにくい。ただし、何らかの原因で気温が上昇すれば、放射量が増えて余裕ができ、さらに吸収できるようになると考えられる。現在の気候を維持している。 温室効果への寄与度を期待別に見ると、水、水蒸気、雲が90%以上、二酸化炭素が数とする見方が多い。このほか、水が66から85%、二酸化炭素が9から26%、その他オゾンなどが7から8%とする計算結果もある。単位量あたりの電磁波吸収率、温室効果係数で考えたとき、 水蒸気は二酸化炭素やメタンに比べても高く、大気中の濃度を考えれば非常に大きな温室効果があり、一見二酸化炭素の影響は取るに足らないものだとされがちだが、水蒸気は二酸化炭素やメタンに比べ非常に短い周期で循環しているため、大気中に存在する平均期間、寿命が10日、二酸化炭素5年から200年と短い上に、 温室効果により得た熱を状態変化によって蓄え込んだり、対流によって宇宙への排熱を促進したりといった冷却の効果が強く、総合的に見た水蒸気の温室効果の強さは小さなものとなる。それでも元気口の温室効果における水蒸気の寄与度は6割から9割と高い。水蒸気については仮に大量に増やしたり減らしたりしても、 蒸発や香水といった自然の働きによってすぐに元に戻るため人為的にかつ大量に直接増加させることは不可能である。それに加えて他の温室効果ガスの増減で気温が上下すると水蒸気の量はほぼそれに合わせて増減する。ただしあまりに気温の上下が大きい場合には逆に気温の変化を抑制する働きをする場合もあるが基本的には前述の通りである。 こういった科学的事実から放射強制力に対するフィードバック機構としてのみ働くという考え方がされ人為的な温室効果ガス排出や地球温暖化対策の推進に関する法律、施行令などで規定される温室効果ガスからは除かれている。また IPCC の報告書中の将来予想においても水蒸気の増加による影響は取り除かれている。 人為的に増減させることができる温室効果期待のみを考えると温室効果は二酸化炭素が最も大きく、ついでメタン、一酸化二窒素の順となっている。地球温暖化を考える際には二酸化炭素の増加と温室効果、気温上昇に関する複数の問題がよく取り上げられる。大気中の二酸化炭素の増加により、 温室効果が増して気温が上昇する、している、可能性が高いとされているが、いくつもの反論が存在する。例えば、二酸化炭素の主な放射吸収体である波長15マイクロメートル付近は、水蒸気も吸収特性を持っており、二酸化炭素が増加しても、重複のために気温の上昇が抑えられるといったもの、大気中の存在量や電磁波吸収率から考えて二酸化炭素の 温室効果は水蒸気よりはるかに小さく大きな気温上昇をもたらすことは考えられないといったものなどがある。一般的には温室効果機体の排出量を抑制することで地球温暖化を防ぐことができるとされている。温室効果機体の増加に対する気候変動のシミュレーションにおいてはいくつかのモデルが用いられている。与える過程により結果が大きく異なることから より精度の高い気候変動の評価を行うための研究が続けられている。最も単純なモデルは灰色待機モデルである。これはすべての波長に対して吸収率が1である国体に対し吸収率が1より小さく波長によらず一定である仮想的な待機、灰色待機を考えている。その手順の概略は次の通りである。 放射の波長分布や熱の輸送を考慮することにより、より現実に近いモデルとなる。浮力による熱の輸送を考慮する放射対流モデル、エネルギー、質量、運動量保存の三次元方程式系を解く、大気代、純モデルがある。物理学的には、温室効果を実験によって証明することは可能である。最も一般的な実験方法としては、 電磁波を透過する透明な密閉容器を二つ用意し、片方に温室効果ガスを、もう一方に空気や温室効果ガス以外の気体などを封入し、熱源、光源を用意して二つの容器に同じ量の電磁波を一定時間照射する方法が取られる。実験後に温室効果ガスの入った容器の方が温まっていることから温室効果は証明される。ただし、 ガスボンベ等から機体を封入する際に、減圧冷却が起こるのでこれを温めたりして、実験の初めに二つの容器内の機体の温度を同じにしておかなければならない。しかし、実験室における実験によって、実際の地球の温室効果を再現することは困難である。それには次のような理由が挙げられる。これらを十分に検討することなく、実験室における 温室効果機体の加熱実験の結果から温室効果が示されると結論づけることは適切ではないと考えられる。また、地球の温室効果への理解を促すために一般に向けてあるいは個人で温室効果機体の加熱実験を行うことがあるが温室効果機体の加熱を疑似的に表現しているに過ぎない。安易な実験は誤解を招く恐れがあるとの指摘もある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。